愛禅明王、木造愛禅明王座像東京国立博物館、像、内山永久寺旧像、鎌倉時代、13世紀、重要文化財愛禅明王愛禅明王は、仏教の信仰対象であり、密教特有の憤土賞を、主とする、御事と格である名王の一つ。愛禅王とも、今後を去ったの化身で、通常は十七尊、時に三十七尊を剣続とする。 格前省には、愛禅明王の異名として、唐立王を挙げ、妙吉祥平等秘密最上関門大教王行には、唐立王が、大愛明王と訳されている。また、遊戯行における、愛禅王一自身明が、運滝たき弱とあるので、那須正隆は、唐立明王愛禅明王であるとしている。愛禅明王の密語は、利愛混合である。ここでの、利は、 生死の業となる因子の煩悩や割愛を離れる意味で、愛は、菩提の妙化を愛する意味であるので、理愛混合は、愛欲を離れ、大欲に、変化せしむの意味となる。木造愛禅明王座像東京国立博物館、像、内山永久寺久像、鎌倉時代、13世紀、重要文化財愛禅明王は一面六尾で、他の妙王と同じくふんど将であり、 頭には獅子の冠を被り、褒病の上に咲いた蓮の花の上に結果ふざで座るという大変特徴ある姿をしている。その身色は真紅であり、後輩に日輪を背負って表現されることが多い。また、遊戯行第五品に記される、化粧である修正の光を入るがご落としの部分を再現した点に、向かって弓を引く用紙で描かれた姿の、 高野山混合ー寺に伝えられる、天弓愛禅明王像や、京都府木津川市山城町の神道地像、山梨県甲州市縁山の方向地像などがあり、さらには、日蓮筆と伝える、愛禅不動艦幹の馬に乗る八肥地像や、両刀など、異形の用紙で描かれた図像も現存する。愛禅明王信仰は、恋愛、縁結び、家庭縁満などを司る仏として、 古くから行われており、また、愛禅イコール愛染めと解釈し、染め物、織物職人の守護物としても信仰されている。さらに愛欲を否定しないことから、古くは、遊女、現在では、水商売の女性の信仰対象にもなっている。日蓮系各派の本尊にも、不動明王と相対して、愛禅明王が書かれているが、空海によって伝えられた密教の御事格である。 ことから日蓮以来代々凡字で書かれている。なお、日蓮の曼荼羅における、不動明王は、静止即涅槃を表し、これに対し愛前明王は、煩悩即菩提を表しているとされる。軍神としての愛前明王への信仰からなおへ、金次は兜に愛の文字をあしらったとも考えられている。いわゆる愛前明王の姿の特徴は、一面三目、六尾で、頭上には、 獅子の冠をいただき、冠の上には五個針が突き出ていて、その身は赤色で宝病の上にあるグレの蓮ン座に日輪を背にして座っている。これらの層が示す、その象徴的な意味は以下のようになる。さらに、愛禅明王は一切主生をもろもろの苦悩から救うために十二の広大な誓願を発しているとされ、その内容は以下のようになる。 知恵の弓と方便の矢を持って、主情に愛と尊敬の心を与えて、幸運を授ける。悪しき心を家事して全員へと転換し、主情に善果を得せしめる。むさぼり怒り愚かさの三毒の煩悩を打ち砕いて、心を浄化し、上心を起こさしめる。主情のもろもろの横島な心や、凶慢の心を離れさせて、証券へと向かわせる。他人との争いの悪を断じて、 安穏に暮らせるようにする。諸々の病苦や天才の苦難を取り除いて、信心する人の展示を全うさせる。貧困や飢餓の苦悩を取り除いて、無料の福徳を与える。悪魔や鬼神邪神による苦しみや役を払って安楽に暮らせるようにする。子孫の繁栄とカウンの上昇、信心する人の一家を守って幸福の縁をもたらす。 前世の悪号の無喰を浄化するだけでなく、信心する人を死後に、極楽へ往生させる。女性に、善気愛を与えて良い縁を結び、結婚後は、善根となる子供を授ける。女性の出産の苦しみを和らげ、その子のために信心すれば、子供には、福徳と愛嬌を授ける。高三世義期には、今後主母札が、世尊の教えを授かった上で、 滝粉弱の心真言を述べていて、これを四匹の混合主菩薩となる具徳混合主であるとしている。平岡達とは密教行機の特混合を去っの研究の中で、これを滝イコール欲と分イコール分度と弱イコール両者を針少子と訳し、滝粉弱の真言を一切世間のすべての情を欲と分度で清めると訳した上で、この具徳混合主を 金剛薩ーの藍染め三枚の化身で藍染明王と同様の姿であるとしているが、また、戸賀農王運は、李主の研究の中で、李主行の主題であるご秘密について触れ、欲、触れ、愛、万における金剛薩ーのご秘密の三枚は藍染明王の姿であるとし、李主行の本尊は藍染明王に他ならないとしている。日本では、この不動苗王と、 愛禅明王の両村を祀る形式が1338年頃に成立した門館の三尊合行碑次第に始まるとする説がある。この説に基づくならば、現在、広島県にある円光寺、明王院は、大道二年に空海が回帰したと伝えているが、この寺の境内にある五十頭は上和四年に建立され、初層に大日如来を本尊として左右に、 不動明王と愛禅明王を祀っているので、日本におけるその初期の例として挙げることができる。ただ、文官自身はこの書を書者したとしており、密教の自創上では、三尊合明妃次第の本尊となる、尿意帽子は特殊な形をしていて、密官帽子とも呼ばれ、尿意帽子系のもとに、五個書を配したシ利リ等に、仏通利を入れたものであるところから、これを、尿意輪、 観音の三枚屋型であるとして、空海の時期で死に当たる、関心寺の日の木ず、想図、自治へや、第五寺の海藻理言大師、消防の区伝にまで遡ろうとする考え方もある。ちなみに、鷹野山には、空海の将来になる品物を保管している、湯木刀という建造物がある。この名は、愛禅妙王と同じく、湯木行を転居としているが、その正式名称は、 金剛法、邦老格遊戯塔で、高野山真言宗の総本山である、金剛法寺の呼び名は、この、遊戯塔に由来する。愛禅無用は守護尊として祀られることが多いが、以下のように本尊としている例も存在する。ありがとうございます。